はい、今回はソニーの携帯ゲーム機 PSP ですね。日本の中では一定の市場を築いたので知ってる方も非常に多いとは思いますけども、 PSP 一線型ですね。任天堂のね、携帯市場についに牙城を崩すんじゃないかと言われるほどの高性能機です。 PS2 に匹敵するんじゃないかなと、まあ、そこまで言ってないと思うんですけど、まあそのぐらいの勢いがありましたよね。で早速開けていきたいんですけども、よいしょっと。パッケージもね、非常にかっこいいんですね。まずは説明書、しっかりとした厚さを持った、まあ、本になってますね。ちなみにね、19,800円と24,800円の2種類です。早速本体出してみましたけど、非常にね、このね、キラキラというのかな、反射して美しい鏡面仕上げというのかな、いい感じですね。これね、画面も大きいです。確かね、4.3 インチだったかな。いやー、ここにアナログスティックのついてます。ちょっと見ていきましょう。ホームボタンですね。ボリュームですね。PSP のロゴ。これなんだろう。起動の調節かな。この音楽なんだろう。音符なんだろう。スタートセレクトですね。丸、×三角、四角という、まあ、プレステだったらおなじみのボタンです。ここが、電源するじゃないね。こっち先見ようか。ここがね、パワーですね。電源オン。あと、ホールドもあります。ここが、充電したりするときに使う AC アダプターを接続する場所。この穴なんだろうな、よくわかりません。ストラップホイールに、ここはあれだね、イヤホン端子。これは、無線 LAN のオンオフができるみたいです。無線 LAN のオンオフ。ここにメモリースティックプロデュオが入るのかな。今刺さってませんけども、メモリースティックが使えます。ちょっとちっちゃい方ね。上の部分は LR ボタン、クリアパーツ使ってますね。オープンボタンがあります。USB と赤外線もあります。これで開くのが開いた。カートリッジ入れっぱなし。カートリッジというかね、UMD って書いてあります。UMD。これが今回のプレイステーションポータブルの供給メディアになりますね。光ディスクを使ってますので、どうなんだろうね。電力使えそうですけどもね。後ろも綺麗。フラットですね、意外と。PSP の周りのこのリングも何とも言えない。こだわったデザインです。ここがバッテリーのようですね。よいしょと。開きました。3.6V 1800mAh かなになってます。おお、なるほど。電池っていうのかな、充電池交換できます。いやー、なんだろうね、任天堂 DS を見た後だとなんか高級感がやっぱあります。ここはやはりソニー非常に頑張ったかなと。で、持った感じも非常に持ちやすいですね。これ、ここに入れますんでね。この UMD、ゲームソフトや音楽ソフト、映像ソフトがこの形で供給されます。簡単に閉まりますね。おー、いいですね。まあ、ちょっとね、ハードファンとしては非常に、なんだろう、心くすぐる、いい一品だと思います。いや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 。ね、さすが、くたらぎ氏が絶賛していたハードだけあって、素晴らしい出来ですけど、どうですか。細部にやっぱこだわり抜いた感じがしますね。ちなみに重さは 288g でした。では早速電源を入れてみたいと思いますけども、どうだ、入るかな。充電しといたので、出てきた。この辺、早いぞ。これね、結構確かね、バージョンが低いんで、ソフト入ってると、バージョンアップせいって言ってくるんですね。バージョンなんだったかな。多分ほとんど上げてないんですよ。この本体設定の下の方にあったな。これか。本体情報。バージョン1です。初期バージョンですね。一番最初です。この辺のね、なんていうの、このなんとかバーってやつ、この操作しやすい。バッテリーも満充電ですね。4時間ほど使えます。すっかり PSP だったらね、プレステ3でこのなんていうの、操作方法が慣れたんですけども、いや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 、この辺でゲームとかね、これバージョン 2.6 のアップデーターが入ってます。
これせっかく1なんで個人的には残しておこうかなと。はい、まあ、画面もね非常に綺麗ですね。なんとなく背面背景っていうのかな、動いてます。次は AC アダプターですね。まあ、これを使って充電するわけですけども、非常にねこれ軽くて小さいですね。ちょっと本体と比べてもこのぐらいの大きさです。非常にコンパクト軽いです。では何て書いてあるのかな、 5V タイプですね。5V です。で 2A の供給をしますよということです。まあここのプラグをこの穴にぶっ刺せばいいわけです。まあこんなのはわかりますよね。まあここやって充電ができます。ちなみになんか USB でも充電できるようです。でこの辺も分離してるので、まあ持ち運びが便利かなと思います。でバリューパックにはさらにねこのねイヤホン、あ、こっちだ、イヤホンだったりストラップだったりついてます。ここにね三角×丸三角、あれなんか言葉おかしいけどストラップ付きです。ストラップですね。いるのかどうか分かりませんけど、これでイヤホン端子のなんだろうリモコンもついてますね。バリューパックちょっとね苦肉の策でちょっといろいろつけてバリュー感を出してると思うんですけども、本当はもうちょっと高く価格設定していたような話を聞いたんですけども、どうしてもね DS がね1万5000円というなんか挑戦的な価格で出してきたんで、価格を下げざるを得なくなってしまい、ちょっといろいろ話題にもなってましたけど、あとはイヤホンですね。よし、ちょっと安っぽいですね。この辺がなんかもうとりあえずついてますといった感じですけども、ここにつければいいですね。このブラックモデルですけど、PSP ブラックなんですけど、このコードはホワイトですね。まあ好みの問題なんで、ブラックの方が良ければちょっとね自分で黒を買うしかないですね。ちゃんとこのリモコンがかなり重宝しそうですね。でもう一個バリューパックの32MB ですね、 32MB のメモリースティックプロがついてますね。デュオかちっちゃい方です。で DS とちょっとせっかくなんで比較してみますけどもね、ほぼ同時期に出てきたライバル機であります。ついに携帯機でもソニー VS 任天堂になりました。いやどうでしょうか。コーツ捨てがたいですね。高性能機の PSP と DS はちょっとね普段ゲームをしない層を取りに行ったので、ちょっとね毛色が違うハードに仕上がっています。その辺が面白い対決になってますね。はい、いかがだったでしょうか。 PSP、見た目もね任天堂携帯機がないこのクールさがありました。販売台数も2000万台弱と、本来のこの数字であれば覇権を握っていたハードだったと思うんですけども、同世代の任天堂 DS が異常すぎた、世界的大ブームだったため、どうしても霞んでしまったところがありましたけども、ゲームファンからは非常に愛されたマシンだったと思います。ではまた。